いわき市で野崎会長など県漁連の幹部と面会した西村経済産業大臣。政府と東京電力が今年夏頃までの開始を目指す福島第一原発の処理水の海洋放出に関して意見交換に臨みました。我々基本的にアルプス処理水の海洋放出には反対であるという立ち位置でございます。ただどのような事業を我々の仕事の現場で行われるのか十分会員の方々にも聞いていただくようにお願いしている。漁業関係者からは処理水が放出された場合の新たな風評に対する心配や漁業を続けられるよう支援策を求める意見が伝えられました。これに対し西村大臣は理解を広めて風評を防ぐよう繰り返し説明する考えを示したといいます。お約束でありますので、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという方針は遵守していきます。福島の皆さんのお気持ち、今日の皆さんのお気持ちに寄り添いながら進めたいというふうに考えているところであります。西村大臣は今年夏ごろまでに放出開始を目指す方針は変わらないとの考えを示しましたが、前提になる理解はというと、認めるようにする立ち位置には立てないということはお話ししました。配慮が終わって漁業者がそのまま福島に存続していた、そのことをとらまえて我々はようやく理解したねっていう立ち位置に立てると思っている。関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという約束に対して、政府と東京電力は現状をどう捉えているのか説明が求められます。